はい、では YouTube をご覧の皆様こんにちは。 RWS ドリブル塾愛知岐阜支部代表加藤コーチです。今回の動画ではサッカーが上手い相手とか、サッカーを知ってる相手ほど抜けるフェイント4選ということで、やっていきます。で、これはどういったことかっていうと、まあ、例えばシザースだったらシザースした後に次ってまあ皆さんアウトで抜きますよね。これってまあ常識じゃないですか。ドラッグシザースだったらドラッグシザースやって左にアウトで抜く、これは大体こう小学生とかでもまあ知ってることだと思うんですけど、そのまあサッカー知ってる人の逆を取ってね、サッカー上手い人ね、多分予想してくると思うんで、そこの逆を取るっていうフェイントを、今回4つご紹介させていただきますので、簡単に小学生の低学年でもできるような内容になりますので、ぜひちょっとこれを参考に練習してみてください。では解説の方に移りたいと思います。はい、ではまず1つ目、シザースキャンセルって技をやっていきます。で、普段ね皆さんシザースやりますよ ね。で、試合中どうやってシザースで抜くかって言ったら、シザースした後に逆足のアウトサイドでポンってかわして相手を脱ぐと思います。で、今回やるシザースキャンセルっていうフェイントは、シザースした後にアウトで抜くと見せかけてやめるかわすっていう形で相手を抜くフェイントになります。で、やり方説明します。まず、右利きの選手は右足でボールを前に運んだ状態からそのまま右足でシザース、ボールをまたいでください。で、この次に、逆足、左足のアウトサイドでボールを軽くボールを斜め前に出します。で、この時に左側にあるボールっていうのを、遠い足、右足から伸ばして、ここからすごいポイントで、伸ばした足をここから 1,2 で着地させてください。で、この時にボールを着地すると同時にアウトサイドでボールを触って止める。で、ボールを止めた後にアウトでかわして、抜くフェイントになります。これをちょっと流れでやると、ドリブル、シザース、アウトでかわす、右足止める、アウトでボールを出すっていう形で相手を抜いてください。左利きの選手は、ドリブル、左足から始めて左足シザースする、右足のアウトサイドにかわす、右側にあるボールを遠い足、左足から伸ばして、ここからアウトサイドで 1,2 で着地させてからアウト逆側にかわして、抜くような形でやってください。これも流れでやると、ドリブル、シザース、アウト、アウト、アウトで、抜くフェイントになります。では次、2つ目、ドラッグシザースカットっていうフェイントをやっていきます。で、ドラッグシザースっていうのはどういうフェイントかっていうと、まず見本を見せます。ここから 1,2,3 で、相手を抜くようなフェイントになります。なので、このドラッグシザースをやる形になった瞬間に、相手っていうのはだいたいアウトサイドで抜くなっていうのがやっぱ予想がつきますよね。なんで今回やるドラッグシザースカットっていうフェイントは、この、予想と逆側にボールを親指で弾いて、抜くっていうフェイントになります。で、やり方説明します。まずは、これ止まった状態から説明すると、ボールを親指、まず右利きの子は右足から親指でボールを軽くチョンって触ります。で、この時に、足を地面につけずにそのままシザースまたいじゃってください。で、今コーチから見て左側にボールが来ると思うので、この左側に来たボールを左足のインサイド、親指でボールをカットで弾くようにボールを蹴ってあげてください。普通のドラッグシザースは 1,2 でここからアウトで触るんですけど、今回やるドラッグシザースカットは左足でインサイドでポンって弾いて相手を抜くフェイントになります。左利きの選手は、左足からここから親指で触る、そのまま足地面つけずにシザースで、右側に来たボールを右足のインサイド、親指でボールを弾いてあげると、綺麗な、形に、抜けるので 1,2,3 で相手を抜けるようになるので、ここをちょっと意識してやってみてください。
次3つ目エラシコインっていう技をやっていきます。でエラシコっていうフェイントはここからボールをアウトインで、弾くフェイントになるんですけど、これコーチから見て左側に抜くっていうのがまあ分かっちゃいますよね。なんで今回やるエラシコインっていうフェイントは左側に抜くと見せかけて左足、残った左足で 1,2,3 で逆側を取ってあげるようなフェイントになります。でやり方を説明します。まず、右利きの選手は右足からエラシコを普通にやります。そのままアウトインで、でこの時にこの残った左足そのまま、自分の右側にこう連れてくようにサッて弾いてあげる、やり方になります。流れでやるとこから 1,2,3 っていう形で、ボールを運んであげてください。左利きの選手は左足からエラシコでアウトイン、右足のインサイドでそのまま連れてってあげるような形になります。でイメージとしては体を右側に倒しながら連れてってあげるっていうフェイントをやるとすごい相手抜けるようになるので、ね、こうこっちに行っちゃうんじゃなくてそのまま、右側に倒れるように 1,2,3 でボールを連れてあげるイメージで、エラシコインやってみるようにしてください。はい、では最後、軸足通しカットっていう技をやっていきます。で、軸足通しっていうのはボールの上に足を乗せた状態からボールを後ろに引いて前に出す、これが、軸足通しの、技になるので、試合中に、軸足通し使う場合はこう斜め前に出した状態から逆を取る時によく、使うフェイントになります。なので、ボールを引いた後っていうのは逆に左側に来るっていうのは分かってしまうので、今回やるフェイントは斜め前に出してこっちに行くと見せかけてやめる、これが、軸足カットっていうフェイントになります。左利きの子は斜め前に出した状態から引いて逆足インサイドで、ボールを弾いてあげるイメージで、やるようにしてください。でやり方はまず、ボール足の上に乗せた状態からボールを斜め後ろにそのまま引きます。でボールを引いた後に今度親指で斜め前にボールを出します。ここまでは普通の軸足通しと一緒で、今度自分の左側に来るボールをこの左足を後ろからこう回しながら逆側斜め前に、弾いてあげるイメージでボールを蹴るようにしてください。左利きの選手は、ちょっと斜め前に出した状態から足の裏でボールを止めてボールを引く、斜め前に出してあげる、でこの右足を後ろから回してキュッて親指で弾いてあげるとうまく軸足通しカットができるようになるので、その、足の動かし方もちょっと意識して、やるようにしてください。でこのドリブルのポイントはリズムがすごい大事になってきます。っていうのがドリブルするときに 1,2,3 のこのリズムでかわすと、結構相手をね試合でもかわせるようになるので、このリズムだけちょっと意識してこれから、練習するようにしてみてください。はい、では、今回の動画いかがだったでしょうか。今日やった4つのテクニックっていうのはやっぱりみんながね、絶対に知ってるフェイントになるので、試合中とかも相手絶対読んでくると思います。なので、その読んできた逆を取れるように、まあ選択肢として2つ、右にも左にも抜けるように、今回のフェイントってのはなってると思うので、ドラッグシダスだったら左に抜くパターンもあるし、今回みたいにドラッグシダスカットで右に抜くパターンっていうのもあると思うので、ぜひ、こう選択肢として右も左も持つっていうのを、これからね、意識して試合とかに取り組むようにしてみてください。で、現在愛知県で月曜日が刈谷校、水曜日が豊田校で、新しく木曜日に豊橋校で、岐阜県に蟹校で、福田コーチは、北長谷校っていう感じで、愛知岐阜どんどんね RWS イブ塾が、進出してます。なのでぜひ、スクール体験の方も受け付けておりますので、ぜひ、ご参加のほどよろしくお願いします。では、動画ご視聴の方ありがとうございました。